んにちは、バランです。今日は少し和風のデザインのお花のモチーフを作っていきたいと思います。透明感のあるデザインなのでワイヤーの重なりが綺麗に模様として出るのと色も綺麗に重なるので、そのあたりもぜひご覧ください。今日使うものは透明のレジン液、ビトラー油着色剤のディープブルーとバイオレットの2色を使っていきます。そして装飾にはスワロフスキーとゴールドのブリオンを使います。ワイヤーは24ゲージの細めのものを使っていきます。ワイヤーをだいたい5センチくらいにカットしました。今日は花びらの先っぽがとんがっているので、このワイヤーの真ん中あたりに爪を当ててぐっと曲げます。さらにワイヤーの先を潰します。で、一度開きます。そうしたらこのペンのようなものを使って曲線を作っていきます。この筒の部分に沿わせてワイヤーを曲げていきます。少し形を整えて。この重なっている部分をカットします。この形を今回15枚作ります。ということで今回は和風のお花をモチーフにしてみました。とても透明感がある色味なので、今回は花びらが3段重なっているタイプなんですけど、すべてのワイヤーが綺麗にはっきりと重なっているので、それもまた綺麗な模様になっているような気がします。色味も紫系やピンク系の他にも黄色や青も作ってみました。今回は和風の仕上がりになったので、浴衣や着物などにも合うかなと思ってます。なので、こういったかんざしのパーツと組み合わせても可愛いと思うし、こういったクリップタイプの台座にくっつけてあげても可愛いと思います。あとは、こんな風に指輪の台座にくっつけてあげても可愛いと思います。浴衣の色に合わせて帯留めなんかにしてあげてもいいし、イヤリングにしてもいいし、どんな風に使っていただいてもいいかなと思います。というわけで今回は夏らしい和風のお花を作りました。今回のデザイン可愛いなと思ってくださった方、ぜひぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。またぜひ次回の動画もご覧ください。ありがとうございました。